残り1分です。いやー長かった。はい、到着です。それからですね、ここに来ただけでは終われないんですよね。ちゃんとその証明書みたいなのも、すいません、わざわざ申し訳ない、ありがとうございました。はい、というわけでこちら今日2枚、1月1日元旦の日に、函館ターミナルまで12時間、そして665キロ。もう鹿のメス、うん、めっちゃいる。サギが飛び出してきました。ただいま気温の方がマイナス17度。ブレーキとブレーキをこまめに踏みながら、降りていくことにしようというふうに思います。ただいま時刻は9時を回りました。こちらはですね、先ほどと違った道路を走行しております。はい、まあ国道274号線に変わりはありませんが、こちらはですね、石勝って読むのかな、樹海ロードというところです。はい、なんか樹海ロードとか言うとね、なんかちょっと超不気味ですよね。もうまさに樹海って言ったらやっぱ富士の樹海を僕はイメージしてしまうというところなんですよね。なんか人間はですね、その名前というか、そういう名称によってね、少し心理的にちょっと揺さぶられるところもありまして、特に僕とかその樹海ってやっぱなんか薄気味悪いなっていう印象が非常に多いかなというふうに思うんですよ。ところがやっぱね、こういう雪道のところだと樹海っていうなんかイメージはちょっと湧きづらいかなというところも少しありまして、なんかそこはね、この雪が、その樹海っていう文字をちょっと少し緩和してくれてるような気がします。はい、しかし名前は樹海、樹海ロード、はい、そんなところを走行しております。非常にね、なんでしょうね、これ夏場になると木とかそういうのが生い茂って、なんかそういう風に見えるからそういう名前がついたのでしょうか。少しそのあたり詳しい人いたらぜひ教えてほしいなという風に思います。まあ何回もね来るわけではありませんので、まあこれが最後になるかもしれません。しかし北海道このあたりすごいね、なんか普通に走ってる分にポツラポツラとですね、家があったり、なんかこれ明らかに使ってないだろうっていうような、木のペンションみたいなところがあるんですね。それを見るたびになんかちょっと僕は心がそわそわっとなって、いい意味でですね、なんか欲しいなっていうふうに思ってしまいます。どういうことかと言いますと、その、ペンションっていうか、そのなんかウッドハウスみたいなところをですね、改装してね、ちょっと年に 2,3 回来るようなために、改装をして、たまにそのキャンプじゃないんですけど、バイクとか、もしくは車で来る時の、なんかログハウスじゃないんですけど、なんか少しなんかそういうちょっとしたなんかこじんまりしすぎたような別荘があってもいいのかななんていう風に思ってしまったからです。はい、なんかね、そういうちょっと憧れありますよね。家、久々に帰ったら埃まみれになってるぐらいのところを掃除して、何か、なんでしょうね、エアコンとかはなくてもいいから暖炉とか、それかストーブなんかを自分で買っていって、なんかそこで煙突とかを立ててなんかやるなんていうのもすごいロマンチックでね、しかもこの雪の中やるなんてすごい、なんか憧れがあるなっていう感じがすごいしてしまいました。はい、夏場はハーレー、冬場はクラウン、もしくは何か SUV かジムニーか何かを買った日にはそれで帰ってくるなんていうのもすごいいいかもしれません。人に貸すのもあり、そして自分で泊まるのもあり、動画を撮るのもありと。まだまだ長い北海道、しかし、もう旅はもう半分を、折り返し地点をとっくに過ぎていり、またねどこまで走るのか分かりませんけど、残り、10分の今7ぐらいまでは来てるのでしょうか。まあ北海道の残り旅も、今日の20時で終わりを迎えてしまうというところで、少しこの後も、全力で楽しみたいなというふうに思っている、そんな山道であります。はい、ただいま時刻は10時を回りました。10時8分になります。そして走行距離の方が2131キロを、超えました。はい、それで今ただいまですね、ナビの方で函館にもちろんね向かってはいるんですけど、先ほど夕張をね通過しました。
夕張といえば夕張メロン、はい、非常にね、なんかもうこの時期だとメロンっぽいような感じは全くありません。はい、郵便局とかの上に今メロンのね、なんか置物みたい、置物っていうか建物みたいなのありましたけど、まあ、パッと見はもうハウスとかも何もありませんし、まあ、骨組みは残ってるんですけど、もうなんか、まあ、メロンっていう感じは一切、はい、ありませんでした。さあさあ入ってきたと思います。こちら千歳市になると思われます。はい、というのもですね、まあ、どこからが千歳市なのかは詳しくわからないというところなんですよね。はい、ただ、さっきね千歳空港に曲がるところは、通過してき、ま、あの来てしまったので、ここら辺でねなんか本当に美味しそうなところがあったら寄ってもいいなっていうふうに思うんですけど、どうなのでしょうか。うん、パッと見は車の台数は少し増えて、はい、来たかなっていう、うん、なんかそんな感じですね。はい、もう元旦のようなガラガラ具合ではないような気がします。はい、とはいえね、元旦、千歳のこの市街地というかこういうところ通ったわけではありませんので、うん、正確にどうかっていうのは言えないところではあるんですけど、どうでしょうね、少しずつお店の方も開き始めたりしてるんじゃないでしょうか。はい、わかりません。イエローハットどうでしょうか。これお、開いていますね、イエローハット。はい、イエローハット開いております。そしてセブンイレブン、北海道ファミリーマートがないんですかね。別にここまで来てファミリーマートにどうしても行きたいとかそういうわけではないんですけど、なんかファミリーマートが見当たらないっていう感じなんですよね。そう、なんとなくふとそう思いました。ローソンはちらほらあって、やっぱセブンイレブン強いですね、どこでも。うん、ただ、北海道はだいたいセイコーマートが、そのですね、支配率を占めているんじゃないのかなというふうに思います。うん、さて、このまま行ってしまうとね、本当に函館の方に向かったナビのままになっているので、どこら辺でちょっと切り替えようかな。これもね、ライブとかでなんか実際そういうアンケートじゃないけど、なんかコメントとかあればね、どこ行くとかここ行くとか、そう、今やってるとかいろいろあるかもしれないんですけど、そうリアルタイムではありませんので後日報告になってしまいますので、そう、なんかあ、うっかりねここの方が良かったんじゃないかっていうところなんかもあるかもしれないですし、うん、さてこの辺りどうなんでしょうか。何か美味しいラーメン屋でも本当にあればいいんですけど、千歳って空港以外に何かあるのでしょうか。札幌まで、はい、国道337号線で行くのかな。うん、ただこの辺りな、すごいなんかちょっと栄えてきたような感じはあるんですけど、実際にお店がやっているかって言ったらやってない。はい、10時40分なんですけど、さっきもね丸亀製麺なんか閉まっていましたからね。これはなんか思った以上にちょっとね、北海道元旦とかは予想以上に閉まっているお店がまだ多いのかなというような、うん、感じです。札幌が本当に一番栄えてるような気も、しますので、ちょっと札幌に行ってみないと詳しくね、その辺は確実にこうだっていうのは言えませんが、今日はもう2日目ですので、2日目にさすがにね、ちょっと空いててほしいなっていう、なんかそんな希望もあります。まあそれではね、この辺りちょっとプラプラしてお店の方を、探してみたいなというふうに、思いますので、ちょっとプラプラしてみます。はい、こんなところですね、来てみたんですけど、なんと5日から営業ということです。ふわー、どこもやってねえな。ちょっと参りましたね。また探してみます。時刻は11時13分今北広島市というところに入ってきました。はい、北海道ラーメン苦楽というところがやっていそうです。いや、ようやくだよ、ようやくですよ、これはようやく。よし、こっちに出やすいようにこっちに止めよう。やっぱ北海道って言ったら味噌でしょっていうことでですね、はい、それでは、お店の方に行ってきます。いらっしゃいませー。お客様が来店でーす。いらっしゃいませー。なんで一番人気
晦日人気で。そうですね。じゃあそれのありがとうございます、かしこまりました、はい、ありがとうございます、少々お待ちください。ぶつけないように、はい、失礼します。はい、ではこちら失礼いたします。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。またのご来店お待ちしています。ありがとうございました。はい、いただいてきました。こちらですね、クラクさんではなくクラさんですね。普通にもしかしたらあの北広島店って書いてあったので、もしかしたらチェーン店なのかも、知れないです。なんか普通にですね、あの適当に入ったんですよ。本当に調べたりとかしなくって、でまあ当たり外れあるかなとか思ったんですけど、普通にね美味しかったです。食べたのはあの白味噌、まあ早ければ店長のおすすめみたいな、まああと人気のメニューだったらしいので、まあ店員さんがおすすめするものって結構まあ外れはそんなないかなっていうところで、注文もう成り行きでやったら、すごいあの美味しかったです。いやマジで美味しかった。そう結構ね夢中で食べてしまいましたね。はい、もうスウェットとかに普通に飛び散ってたんですけど、まあもういいやって感じで、お腹も空いてたのもありますし、そしてここですね、まあ、やっぱ結構地元の方も来られるみたいですね。大体札幌ナンバーがすごい多いんですけど、今もう駐車場が埋まっちゃって軽自動車とか普通にあそこに止めたりして、なので僕もまた次の、お客さんが入ってくるとここちょっと邪魔になっちゃいますし、1台止められるので、まあ、さっさと出ようかなというふうに思うんですけど、一言で言うともう店員さんの、接客対応すごいいいですし、ラーメンの方も美味しかったです。でそれで今11時49分なので、約1時間までかからないぐらいで札幌の方にちょっとね向かいます。はい、札幌市中央区のあたりまで来ました。はい、今南5東2という信号ですね。はい、今ですねちょっとあの街の中でね止まって探そうかなというふうに思ったんですけど、そっちの方にお土産屋があって、で今日ラーメン食べてからあの白い恋人パーク行って買ってだけ帰ろうかなっていうふうに思ったんですよ。でそしたらねちょっと恋人パークがなんかやってないみたいで、でたまたまもう白い恋人のお土産がなんかそこに売ってるんで、ちょっとそれだけ買って、あとラーメン屋を探しに行こうかなというふうに、うん、思いました。はい、なので行ってきます。はい、サクッとね買ってきました。はい、白い小指と、はい、結構大きいなんか観光のやつかなこれは。36個入り、そしてなんかよくわかんない北海道限定なのかな、はい、雪だるまのホワイトチョコレートにしておきました。いやーなんか急いで探したらラーメン食う気なくなっちゃったっすね。しかし、またとんかつは置き並んでおります。そしてやっぱねこの辺り止めるところがないからか、結構どこ行っても路中はすごいっすね本当に。そう
路中ばっかです。もう、まあ、僕もちょっとしちゃった分でね、あの人のこと言えないんで、あのとやかく言うつもりはないんですけど、でももう車なんか結構その辺止めてる感じですね。なんとここの札幌から函館までね4時間ぐらいかかるっていうことでですね、もう今2時34分なんですよ。で函館フェリーにもう19時6分なんですね、今から行っても。で途中トイレ休憩とかなんなりするじゃないですか、さすがに。って考えると、いやもう20時ギリギリじゃんみたいな。20時半だったかな確かフェリーが、それが20時だった気がするんですよね。だから最低でも7時半ぐらいには行って手続きしておこうかなっていうふうに思ってるので、もうとりあえずどこも行けねえって感じですね。はい、どこも行けねえって感じで、もうとりあえずもうねえ、もうまあ回るかっていうか、もう行くかって感じですよね。そう、函館に行くかっていう感じです。そう、フェリーターミナルであとは休憩してようかなっていう、なんかそんな感じになっちゃいます。はい、なんかまあでも今回の旅ね、まあ全部終わってないけど、まあある程度やりきったかなっていう感じはすごい、あるので、まあただね、最後まで気を抜かずに走り切らないばいけません。ただいま3時47分になりました。はい、ようやくですね、もう残り距離も193キロというところで200キロをついに切ってきました。本当にね、帰りも思うんですけど長いですよね。で、ちょっとね、びっくりしたのが、なんと目の前の車、はい、あのナンバーはね、ここからだと映らないでしょう。映ってたらちょっとごめんなさい。はい、なんと熊谷ナンバーです。はい、一緒です。いや、これ多分ですよ、多分函館向かってますね。一緒です。はい、多分 Google ナビ使って同じく函館に向かってると思います。いやー、これから多分彼もっていうか、うん、フェリー乗って青森から帰るんですね。うん、長いですよね、そう考えると。そんな長い車が本当に目の前にいるっていうの、これもなかなか珍しいですよね。奇跡ではないですけど、そう、確率的にはめちゃめちゃ低いと。はい、そして、まあ、このですね、もうめっちゃ雪が、積もっているこの白いね、はい、峠を下っています。しかもなんか雪もね、少し、チラチラと降ってきましたね。うん、まあこれが別に積もる前に僕は多分おそらく吹雪いてなければですけど、函館の方に到着するかなというところなんですよね。で、函館に到着する時間が19時17分という表示になっております。あれからですね、時間が少し、経過しまして、ただいま4時9分、4時を回りました。辺りはだんだん薄暗くなってきて、さらにですね、吹雪まで吹き荒れるというような状況になってきました。非常に悪条件が重なってきたというところです。もう少し経てばですね、さらにもう日も完全に落ちきってしまうというところ。さらに、吹雪がね、もしこれ強くなってきた場合は、さらにね、もう視界が悪く、ちょっと運転に不安を感じるところもあります。近いところはですね、あのかなり見やすいっていうわけではありませんが、見えるというところなんですが、もうちょっと遠くを見ようとすると、もうすでにね、もう吹雪の影響で白くなっていて、非常に見づらいというような状況です。はい、いよいよね、この帰り際になってこんなにね、あの条件が悪くなってくるかというところではあります。まあ元はといえば30日に到着しまして、そこからはね、多少吹雪いたとしても宗谷岬のあたりとかはあったんですけど、結構条件はよく走らせてもらえたというような感じではないでしょうか。うん、比較的やっぱもう毎年北海道に来てる方からすると、あ、結構今日はというか今回は、かなり走行状態が良かったんじゃないっていうような、うん、なんかそんな声も聞こえてきそうです。はい、実際に、毎年来てる方にでもまあそういうね、声もありましたので、今年は非常に良かったんじゃないかと。そして先ほど言いました熊谷ナンバーはどこかに消えていったというところですね。はい、それもなんかちょっとあれと思って、なんか寂しいような感じもします。なんか吹雪が吹き荒れてきました。本当にボンネットの上がもううっすらと雪が積もり始めました。あたりがもう真っ白で見えない。あー眠い。なんかヒーターもつけてるし眠くなってきた。こ
ういう時のためにですね、レッドブルーを持っているんですけど、あいにくトランクです。いやー、取りに行きたくねえなー、ほんと。そう、残り3時間ちょっとね、踏ん張りを入れたいんですけど、トランクにね、あるんですよね。これ泊まる場所もないしね、泊まりたくもないっていう、しかも外に出たくないっていう。ちょっと窓開けて見てみようかな、様子を伺おうかな。うおうお、寒いし雪がすげえ。ようやく函館の文字が出てきました。161キロです。はい、さらにですね、さっきよりさらに悪化して、吹雪いてきました。時刻は5時23分を回りました。相変わらず吹雪の方が吹雪いていて、なんとですね、こちらの、210系型クラウン後期からですね、搭載され始めました、プルクラッシュセンサーといってですね、あの フロントグリルの、エンブレムについている、プラスチックの板があるんですけど、でこちらがですね、多分雪が積もりすぎてあのセンサーが反応できませんという、表示がメーターに現れました。まあもうここまで来ちゃうとしょうがないですよね。もうだってね、フロントグリルとかにももう雪がすごすぎてそれは見えないっていうことでしょ。でそうしたらもうしょうがないですよね。ただやっぱそれだけ外の雪が結構ねすごいっていう感じなんですよ。そう、 GoPro じゃなんかあんまり大したことないようにしか見えないんですけど、実際結構降り積もっていて、さっきよりはまあマシになりましたよ本当に。そう、マシになったんですけど、そう、ただやっぱり普通に考えたらまあ雪はやっぱりすごいですよ。何せ北海道ですからね。やっと残り5分のとこまで来ました。しゃー、残り 2.1 キロで函館フェリーへ到着です。よっしゃーって感じで、ね、あー長い、ほんと長い。あれからですね、結局なんだかんだもう超踏ん張ってノンストップで来ました。はい、いやー疲れた。はい、ただいま時刻が7時27分ということですね。です、はい、うお、見えてきました、フェリーターミナル。ここを曲がっていきます。目的地は左側です。函館ターミナル、スマートチェックイン、青函、あれこれ どこ行けばいいんかな。青函フェリー、なんか多分これ会社によってまたやっぱ違うのかな。受付、大間行き、大間ではないんですよね、大間のマグロ。フェリーターミナルも何箇所かあんのかな、これ。あの降りたところ全く覚えてないんですよね。バス乗り場、これなんか止めちゃってる人いますよね。ちょっと僕もあの止めさせてもらおうかな。今行ってきたんですけど、あのここですね、津軽海峡フェリーという会社のターミナルでした。はい、僕があの今回またね乗って 帰るのは青函フェリーですので、こっからね 1.7 キロぐらい、違うところにあります。はい、なので、こっから移動していきます。右方向です。このセブンイレブンを曲がるところですね。はい、セブンイレブンを右折します。そういえばここ通ったんだっけ、なんかもう忘れましたね。あーでもなんかこんな感じだった気が、およそ200メートル先、左方向です。結構氷が、下の氷がすごいっす。方向です。左側ですね。終わった、青函フェリービンゴー、ようやく。およそ500メートル続いて、ここか、駐車場入り口。はい、受付してきました。そしたらこれをね、ダッシュボードの上に置いて、というわけでですね、そっちの方に並んでって言われたので、もう並びます。はい、あ、
でもなんだかんだそう30分前に手続き済ましてって言うから、ね、済ませなきゃいけないんですけど、もう7時50分ですね。だから10分間の余裕みたいな感じで、そう、そんなもんですよね、うん、よいしょ、ここの最前列まで、はい、行っておきましょうかね。よし、はい、あとはね、もうリクライニングっていうかパワーシートを倒してね、寝るだけです。あとコンコンされるでしょ多分、うん、よし、ま、今は何度だこれは。1度ある、あったかい、やっぱり1度あるとあったかいっすよ本当。はい、それではフェリーに入ります。お、あそこみたいですね、トラックの後ろに、はい、つけます。結構ギリギリまで詰めさせるね。はい、そしてブレーキを、サイドブレーキを買って OK です。北海道に来る船ではこんなね、感じではありませんでした。お、青森は吹雪いていますね。青森吹雪いております。はい、雪もですね、そして路面の方にも、雪があったり、道路がね、凍結もこれは完全にしていると思われます。はい、普通に多分急ブレーキとか踏むと滑る、はい、感じですね。気温の方が今0度ですね。時間は12時44分、ここまでの走行距離、2439キロという風になっています。ここから自宅までが667キロ、これはもう確定していますので、まあ、簡単に3000キロを超えてくるというような感じになります。いやー、しかしですね、氷の具合と気温的にも確かに北海道から比べたら楽勝と言えるところあると思います。しかしやっぱね、青森だって非常に東北の中では寒いエリアです。このまま、余裕をくれて運転するといつ滑って、しまってもおかしくないという状況になります。まあ、最後までやっぱりね、気を抜かずに運転していくことが大事なんじゃないかなというふうに改めてね、ちょっと思いながら運転して帰らないと、これは最後の最後にね、とんでん返しじゃないですけど、はい、
ちゃんちゃんというハッピーエンドで終わることはできないということで、改めてね、気を引き締めて運転していかなければなりません。はい、毎朝3度の青森県、そして時刻は1時からお送りします。最後にですね、挨拶としまして、このちょっと青森インターの入り口を、選ばさせていただこうかなというふうに思います。今回ですね、非常に長く、距離の方も多分おそらくもうこれ家帰る頃には完全に、3000キロを超えてくるような、企画となりました。はい、時間もねすごく長かったですし、もう車と改めてですね、過ごす時間が今回で一番長かったかなというふうに、思います。そしてこれだけのですね時間を、過ごして、はい、過ごしたクラウン、はい、すごいね、やっぱ改めてすごい乗りやすい車だなっていうふうに実感しました。燃費の面もそうですし、機能面、とかその他もろもろも、本当にね、申し分ない車だなというふうに思います。はい、まあ本当にトヨタの最高傑作といっても僕の方ではいいかなっていうふうに思います。まあ今ラインナップされている中でっていう感じですね。もちろん、車によっては SUV のハリアーがいい、ランドクルーザーがいい、ミニバンのアルファードがいいとかね、いろいろあるとは思うんですけど、僕の方ではもう本当にクラウン、押せる1台ですし、ちゃんとしたスタッドレスタイヤ、そして、あとはそんな速度を出さなければ全然 FR のクラウンでも北海道を走ることができたと。しかも一番、真冬の時期ですね。しかもその最北にあります、宗谷岬までちゃんとこれで行けたという確信というかね、確証もありますし、はい、何より動画が証拠になったかなというふうに思います。そして僕の方でこの企画ね、やってマジで楽しかったので、まずやった僕が本当、ね、満足しているのと、あとはもうこれを見てくれた皆さんですね、本当すごい満足してくれたらもうめっちゃねやった甲斐があったかなっていうふうに思います。はい、なので、もう今年一発目の大企画となってしまいました。まあこれからね、この先この企画を超えられるのがあるかは分かりません。もしかしたら超えていけるかもしれませんし、それ以外のね、そんなに難易度の高くないものを、続けていくかもしれません。そこはまだ分からないんですけど、2022年もね、どうか、僕の YouTube チャンネルをなんか楽しんでくれる方が一人でもね増えたり、こんなのやってよっていうのが、なんかリクエストで、まあ、全部やれるかわからないんですけど、なんかまた、声をね拾って、自分でもこれやりたいなっていうのは一致するものがあればですね、すごい、僕の方でも、またやる企画を、練ろうかなっていうふうに思います。まあ、今回は本当ずっと自分がやりたかった企画で、ようやくねこのタイミングでやれたので、すごい良かったかなというふうに、はい、思ってます。なので、今回ですね、もうこの車で、ちょっと行ける思い出が増えて良かったかなと思います。そして宗谷岬とかね、本当皆さん、行ってみたいなっていう人ぜひ行ってほしいなというふうに思います。そしてライダーの方ですね、まあライダーの方で宗谷岬行く方はすごいねやっぱ寒いですので、そこの、準備も本当十分に、行って行ってもらえればなというふうな、僕の口からはそんな感じになります。はい、なので、このぐらいでね、ちょっともう外も寒くなってきたので終わろうかなというふうに思いますので、これからですね東北道、はい、青森インターから、乗って、埼玉県にあります羽生インターの方で、降りようかなというふうに思ってます。はい、それではですね、長々と動画ご視聴していただきましてありがとうございました。ぜひねまた、なんかやりたいなっていうふうには常に思っていますので、ぜひまた、見ていただければと思います。なのでこの動画、はい、そしてこのチャンネル、よかったらグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントなど、よろしくお願いします。それでは、今回もね本当長いロング企画、見ていただきましてありがとうございました。また次の企画でお会いしましょう。以上、カズでした。